写真拡大。1月22日の中山 11R はじめ富士 S 4歳上3勝クラス芝 2000m 11頭立ては6番人気のレッドライデン、オス5歳、2歩勝ち時計は2分1秒3両種が逃げ切ってオープン入りを果たした。大外からスタートを決めて花は奪った。力むところもなくリズムよく引っ張ると、直線に入っても勢いは衰えず、外から猛追したパラダイスリーフを組差抑えて勝利した。大野拓也騎手はゲートがサイヤトイレだったのでスタートが良かった。自分のペースで行けたし、今の荒れた馬場もこなしてくれた。気の悪いところはあるけど、こういう逃げる形で気分よく走ってくれましたと手応えを話した。管理する鹿と調教師も自分のペースで行けたのが一番の勝因と振り返った。次走は見て